カーボンニュートラル、そして水素社会の普及に貢献するヒノプロフィア ZFCV。 これからの幹線輸送を担う一つの選択肢として燃料電池大型トラックの提案です。幹線輸送に使われることが多い大型トラックには十分な積載能力と航続距離、そして短時間での燃料補給が不可欠です。商用車におけるカーボンニュートラル実現に向けては、これらの実用性に加えて高い環境性能が求められています。ヒノプロフィア ZFCV はエネルギー密度の高い水素を燃料とし、水素と酸素の化学反応によって電気を作り、モーターを回して走る燃料電池車です。トヨタ自動車と日野自動車が共同開発し、走行実証を通じて実用化に向けた取り組みを推進しています。燃料電池車のメリットは、走行中の CO2 排出量ゼロによるゼロエミッションの達成、車外騒音が小さい、ドライバーに優しいスムーズな加減速、静寂性と振動性、優れた積載能力、航続距離およそ 600km、 高速走行に見合う動力性能など、商用車としての実用性と環境性能を高次元で両立しています。これは燃料電池車とディーゼルエンジン車の静寂性や振動、音の違いを比較したものです。燃料電池車の方が始動時やアイドリング状態の水面の揺れがなく、キャビンが振動していないことが分かります。これは加速性能の違いを比較したものです。停止状態から同じ条件で加速した際、燃料電池車の方が200メートル地点への到達時間が短いことが分かります。また荷室に設置した装置の油面の揺れが少なく、荷物にも優しいことが分かります。これらの優位性はドライバーの疲労負担軽減や荷物のダメージや荷崩れ軽減に大きく貢献します。物流は私たちの豊かな暮らしを支えるインフラとして大切な役割を担っています。地球に、そしてドライバーに優しいトラックで、お客様のビジネスをしっかりサポートいたします。